超高齢化社会で誰が一番損をする年金80歳から受給と2025年、2040年問題の本当のところです。お送りする内容は年金80歳の議論はどこから ?2025 年問題と2040年問題との違い。政府の対応策。年金受給80歳からは一体いつからなのか。影響があるのは何歳以下。といった内容をお送りいたします。 ということで、年金が80歳からというワードが先日も X のトレンドに乗ったんですけども、その原因がですね、小泉慎二郎さんがそういうことを言ったという話。ですが、これファクトチェックをすると、小泉慎二郎さん自身がそう直接言ったわけではなくて、実際のところは年金の受給開始年齢っていうのは今65歳ですが、繰り上げ受給といって、ちょっともらう年金の額は減るんだけども先にもらえるよっていうのが60歳から。で、逆に繰り下げ受給といって、 で、らせることがでできますでこの年金の受給って60歳から75歳という幅があるんですが、小泉進二郎さんが言ったのは、これが60歳から80歳でもいいんじゃないかと、年金をもらう自分たちで決めるのがいいんじゃないみたいな話をしたと。それを言葉尻を捉えられて報道されたというのが実情のようなんですが、実際この年金80歳って話がちょこちょこ過去から出てきています。 で、今回は、この年金受給80歳からっていう議論が、今一体どこでされていて、どれぐらいの確率でいつ行われるかっていうのを調査、報告したいと思います。で、実際そういった議論がどこで行われてるのかって言いますと、政府には無数に何百という会議があるんですが、その中でも、 年金に関して影響力が強い会議3つ今回調査しました。左から全世代型社会保障構築会議、社会保障審議会年金部会で経済財政諮問会議とこの3つでどういった議論がされているのか過去の議事録を遡って調べてみたというのが今回のテーマです。で、これらの会議に共通して言えることは政府はここ20年ずっと2025年問題と2040年問題 この問題にどういう政策を出せるかというのをずっと考えています。じゃあ、その2025年問題、2040年問題とは一体何なのかというのをまずは解説いたします。で、まず2025年問題ですが、こちらは1947年から1949年生まれの、いわゆる段階世代が75歳以上の後期高齢者になるよというのが2025年です。 で、その結果、日本の人口の約2割が後期高齢者になります。えらいこっちゃですね。じゃあ、2025年に何が起きるかと言いますと、医療とか介護の需要が増えますよね。社会保障費がますます増大します。で、お年寄りが増えるってことは逆に労働力が不足します。それをどうしましょうっていうのが2025年問題です。一方、2040年問題なんですけども、こちらは、 1971年から1974年生まれの段階ジュニア世代が高齢者65歳以上になるよというのが2040年頃です。その結果、日本の人口の35%が高齢者になります。ということは、先の2025年問題のこの3つの問題にプラスして、働く世代が日本の人口の2人に1人ぐらいになってしまうので、結果、今のままだと社会保障制度が維持できないっていうのが、 この2040年問題です。で、これらをどうしようっていう会議が先に挙げた全世代型社会保障構築会議などになります。じゃあ実際2025年問題に対してどういった対策を行うのか。主なものを挙げますと、まず介護や医療の人でも足りないねっていうことで何を進めるかっていうと医療 DX ですね。医療をデジタル化して、例えば電子カルテにして他のおじさんたちでもみんなすぐに見れるようにっていうことで医療 DX を進めたい。何をするかっていうと紙の保険証を廃止して みんなマイナ保険証ににしててねっていう風に誘導するとで社会保障費が増大する今の保険料では足りないっていうことでここ数年何が行われるのかって言いますと高齢者の保険料がアップしていきます。 高額療養費制度。こちらね。月の医療費がある一定基準を超えたら払わなくていいですよっていうのがあるんですが、その最低でもここまで払ってね、最低でも8万とか払ってねっていう自己負担の費用が今後見直されて自己負担額が増えていく方向になります。で、国民健康保険料とか介護保険料、後期高齢者の保険料とかについて、お年寄りとかでいっぱい金融資産を持っている人、配当金とかで金融取得がある人については、 そこも加味して保険料を決めますよ。つまり実質の保険料の値上げですね。で、こういったお年寄りや病気の人にもっと払ってもらおうっていうだけじゃなくて、現役世代からの保険料を上げるための手段として、週20時間以上労働してる人はみんな社保加入ですよというふうになります。これまでもね、大企業とかはなってたんですけども、それが今後、企業規模要件の撤廃といって、もう企業の規模関係なく、週20時間以上働いたら社保加入ということになるんですが、詳しくは過去の動画をご覧ください。 はい。 で、こういった手段で社会保険料を値上げします。で、さらに現役世代の労働力が不足するっていうことで、まずは年金の壁の解消ですね。いわゆる103万円の壁とか106万円の壁を超えると損するから働かないでおこうっていう、これをなんとかなくそうってうことで年収の壁解消の手段がいくつか戻されています。ちなみにこの週20時間以上労働の社保管理と年金の壁解消はこれリンクしてます。詳しくは過去の動画をご覧ください。で、あと今政府が強力にお勧めてるのは、とにかく 70歳まで働いてもらおうっていうふうに企業を誘導しております。ね、定年もともとね、55歳定年が60歳定年なり、で、65歳定年になってますが、これからですね、70歳定年になるように、いろんな政策がこれからどんどん出てくる予定です。といったのが、ここ数年でね、出てくる改正なんですが、2040年問題の方はですね、まあもうちょっと先なんで、ふわっとしてる話なんですが、本当に高齢者が35%なわけですから、 介護関係の人手が全く足りなくなるので、介護ロボットとか AI とかをバンバン活用していきましょうという話だったり、社会保険料もですね、あのフリーランスももっと皆さん負担してくださいという方向になるようですし、あと、働く期間に関してもですね、人生100年時代だ ということでそれを前提にした社会保険の制度にしましょうねというところでございますなのでここまでご覧いただいてお分かりの通りこの2025年問題とか2040年問題の議論はたくさんされてますが年金の受給開始を80歳まで延ばすっていう議論はほとんどされてません 少なくともメインストリームではないです。社会保障審議会の年金部会の方もですね、次回の年金制度改正について方向性を既に発表してるんですが、これを見てもですね、年収の壁とか、第三号保険者、在職老齢年金、そういった改正については書かれていますが、年金の受給開始についてはメインテーマにはなっていません。それにですね、年金については本当に政府は慎重でして、今回の年金改正についても、国民年金の納付期間って今ね、20歳から50歳、 49歳までの40年間なんですけどもそれを20歳から64歳までの45年間にしようっていう案があったんですがこれは国民のものすごい反対で撤回されましたまあ、理由としてはね ちゃんと年金財政についてシミュレーションしたら今はまだ大丈夫ですということで撤回になったんですけどもまあそれぐらいですね年金の年齢に関してはものすごい慎重になっている印象ですじゃあこれからも年金は65歳からもらえてなんなら60歳から75歳の間で自由に会社を選べるんだねというふうにも思えるんですが実はそうでもないという話もあります 今回、この3つの会議を調べたんですが、中でも一番力がある会議といえば、一番右側の経済財政諮問会議です。 なぜかっていうと、他の会議はですね、まあ大体学者さんが中心で、中に経済界とか、労働組合とか、その偉い人たちが入ってるって感じなんですが、この経済財政諮問会議については、もう半分が大臣とかなんですね。そもそも議長が内閣総理大臣なんで、相当力は強いです。で、その中の議論にですね、ある議員が、今の高齢者の定義変えた方がいいんじゃないと、5歳引き上げ、いや、思い切って10歳引き上げてはどうですかと。 こういう意見がありました。これ、なんでかっていうと、2040年問題とか考えると、35%が高齢者。だから、日本は立ち行かないなと。この高齢者の定義自体を10歳上げたらどうでしょう ?75 歳以上は高齢者ですから、まだ日本全体の20%とか25%ぐらいで済むんじゃないですかっていう、まあ、ある数種種字のマジックではあるんですけども、国の制度上、そうなっちゃえば、いろんなことが解決、確かにするんですね。で、それに伴って、今の年金の仕組みも、 どううでしょう実際あげると年金受給開始が75歳になって 繰り上げ受給は70歳から74。繰り下げ受給は76から85。ということで、こういう未来は一応検討に入っているっていうことです。で、これが実際実行されると、年金受給80歳からとはならなくても、75歳からになる可能性は全然あるということですね。で、国としてはやはり社会保障費は減らしたいわけですから、年金70歳とか75歳で受給するのもいいけど、80とか85の方がいいよっていうふうに、めちゃめちゃ誘導してくるっていうのは全然あり得る未来だと思います。 じゃあ、それっていつ行われるのかって言いますと、やはり政府が今言ってるのは2040年問題なんで、2040年頃に高齢者になる人がおそらく最初の対象者だと思われます。ですから、今、50歳前後の段階ジュニア世代以降がターゲットということになります。 なので、今すでに年金もらっている方とか、50代後半以降の方はですね、おそらく影響出ないとは思うんですが、それより以下の方はですね、徐々に徐々に年金の受給年齢が上がっていくって可能性はあると思います。で、この年金のゼロってね、だいたい20年スパンぐらいで変更されてきますので、まあ、社会情勢とか、その時の政治の状況にもよりますが、流れとしてはそういう方向かと思われます。じゃあ、 高齢者の定義を65歳から75歳に上げるのが果たして本当にいいのかどうかっていうのは、それはこれから議論されるんでしょうね。で、どう考えても60超えたり。 70を超えたりすると、やはり病気になったり、体の不調が起きたりっていうのは起きてきます。元気な高齢者が増えたからといって、みんなはみんなそういうわけではありません。そのあたりをどうしていくのかっていうのが、これから政治で議論していかなければならないことかと思われます。で、これら年金の改正や2025年、2040年問題については、これからますます具体的な議論が出てくると思いますので、また新たな情報が出てきましたら、このチャンネルでも取り上げたいと思います。よかったらチャンネル登録をしていただけますと大変嬉しいですし、そして今回の動画作成、 するためにこれら3つの会議の議事録何百枚という分量でしたので高評価ボタンを押していただけますと非常にやったかいがあったなというふうに思います。というわけで2024 22年9月22日時点の情報でございましたよかったら今後ともご引きにバイバーイ